車だよね。飛び乗るぞ。外はどうだった？そっちは？異常なし。問題ない。了解。よし、行っていいぞ。どいてもらう。立ち止まってられない。はい、そこ。終わり。終わり。誰もいねえな。ああ。エアリスの居場所、見当はついてるの？おそらく科学部門の研究施設だ。どこにあんだよ。多分上の方。ずっと上だ。確認しようか。受付でわかるかな。綺麗な建物。ムカつくぜ。ピカピカの壁、いつか粉々にしてやる。明日以降で頼む。へいへい。
されてる。サワラの…す生意気な…とにかく上へ向かおう。で、どうやって上がる？この先にエレベーターと非常階段がある。研究施設はすんげえ上にあるんだろ。エレベーターに一票。鍵がねえと上がれねえってわけだ。このビルの鍵はカード型みたい。カードキーならどこかで見たな。受付か。だが、どうする？上から行けないかな。ほら、あの照明を伝っていけば届くかも。無理だろう。私がやってみる。あ、この中なら私が一番身軽でしょ。二人は見張りをお願い。じゃあ行ってくるね。気をつけろよ。任せて。腕力勝負？やってみるしかない。頑張ろう。もうちょっとかな。あそこまで行けば。あと少し。
仕上げのジャンプ見ててね。やったじゃないか。あ、これでセキュリティを解除できるかも。え？はは、うまくいったな。ん？何もしてないけど。ま、いいじゃねえか。ティバ、研究施設が何階にあるか調べらんねえか。ちょっと待ってね。北条博士の研究施設65階だね。エレベーターか階段で59階のスカイフロアまでは上がれるみたいだけど、そこから上はそのスカイフロアの受付で手続きしないとダメみたい。ひとまず59階だな。うん。ああ。